頃だ。いや、ということで今日は8月4日僕の30歳の誕生日でーす。だからとうとう30歳になっちゃいました。実感がわからすぎてちょっと前まで高校生の記憶しかないんですけど、というので今日はね、隣にレイナさんがいまして、今日は祝ってくれるってことで。はい、普通だ。ちょっと初めてじゃねえわ。ちょっと何を聞かされてるか分かんないから、ちょっと楽しみなんですけど。30歳やから、最強の誕生日プラン。マジで？スタートやからな。あ、今からスタートなんだ。時刻今4時4時からスタートだから、ね、寝てたし、ね、ちょっと遅めでも、遅めなんですね。まずは、何言ってもいいこれ、銀座に行きたいと思います。おお、いきなりザ銀で、もう、どのお店でもいいから欲しいものを言ってください。マジで？どの店でもいい。それやばいな。ちょっと靴じゃなくてもいいんでしょ、もし気分が変わっちゃったりとかしたら。あ、いいよ、全然。まあ靴が欲しいだったから靴かなと思ったけど。それ楽しみだ。で、その後もいろいろプランがあると。その後もプランがあるんだって、楽しみしていて。それちょっとすごい記念になる一日になりそうだな。なので、ツイッターでもね、 LINE でも身内も見てると思うんですけど、誕生日のメッセージありがとうございます。はい、ちょっと一つ親父になりたいと思います。まあこんな感じでブログ的な誕生日ルーティン動画撮りたいと思います。はい、ここ銀座に来まして見たんですけど、なんだっけセリーヌとプラダ、バーバリーとバレンシアガっていうんだ。なんか猛毒なガみたいだね。ちょっとあんまなかったんで、店舗も映ってないんで、ちょっとプラプラして、バーバリーがおしゃれだったから、それをちょっとね買いに行こうかなと思います。ちょっと靴一足しかないからさ、出かけるやつ、それちょっと黒っぽいおしゃれなとか、まあスーツっぽいやつだから、ブーツみたいな J-POP みたいなやつがいいね。はい、ということで、あれから2時間買い物して、やっと買いました。こちらビアバリーになります。ちょっと何を買ったかちょっとお楽しみなんですけど、ちょっと家帰ってね、開けたいと思います。で、その後ちょっとまだ時間があるから、エスコートしてくれるみたいで、お茶しに行きます。お茶、まだ今日まで時間があるから、そういうことだね。じゃあお茶ちょっとしたいと思います。お茶とかもマジ3ヶ月、4ヶ月ぶりぐらいだ、お茶。外出てないから。お茶？なんか。っていうか、これやつ。カフェ。あ、カフェね。はいはいはい。でカフェ行きたいと思います。かわいい。なんで？なんか知らん。ブサイクになる。超ブサイク。まさかのレモンスカッシュ頼んだらアイスが来ちゃってんですけど、僕アイスいらないんですけど。メロンソーダめっちゃうまそうだな。ツイッターで前バズってた。うまそう。何年ぶりだ。いただきます。あー懐かしい、これ。あー懐かしい。うまいね。カフェの次はカラオケに来ました。暑い？いや、まあ普通。ちょっと時間がな、あるの。あ、夜ご飯まで、じゃあ運動しようってことね。そうです、カラオケで運動したいと思います。あ、いいね。じゃあちょカラオケ歌いたいと思います、久々に。私から？残酷な天使のように、少年よ縛りなら、レジェンドヒストリー。テテ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 ただ見つめて微笑んでるあなた。
はい、ということでカラオケ終わりました。はい、次はですね、うん、晩ご飯の時間になったから、うん、晩ご飯を食べたいと思います。おー、やっと食べよう。なんともう腹ペコリンチョ、疲れちゃった。ほんまに、なんとですね、はい、今日は築地で、うん、すごいいいとこのお寿司屋さんを予約しましたので。おー、マジで、うん、カウンター、うん、お寿司に行きたいと思います。いっぱい食べたいと思います。ということで、すげー銀座の路地裏、こちら、修徳って言うんだ。修徳。自分でお作りが来ました。すごい。お寿司なのお肉食うんだね。お肉食べたいから。めっちゃうまそう、これ。肉を掴んで、この上に、ウニ。これやばそうだ。ウニを乗せて、いただきます。うん、クリーミー、うまい。久々のビールどう？うまいね、久々のビール。欲しいよな。うん、いい、似合ってるよ、ビール。うまいわ、久々にビール飲んだ。よかった。大人だね、やっぱり。お酒臭いからな。なんか大人だね。30やから。うん。さあ、こちらから黒いタレ、カツオ、なん、金目、金目、車エビ、塩い貝、のどぐろ、アジ、大トロでございます。大トロかな。大トロか。おー、やばい。美味しい。うま。おめでとう。はい、ということで、はい、家に到着しまして、今日一日ありがとうございました。いいえ、おめでとう。ありがとうございます。そう、プロが選んだからあれやけど、そう、もう、ね、もう買っちゃったからさ、あれなんですけど、じゃーん、30歳でございます。はい、バーバリー。バーバリー、うん、渋いね、なんかバーバリー渋いイメージがあるんだけど、いや、今はめっちゃおしゃれですよ。あ、そうなの、うん、ってことで、オープンしたいと思います。自分で選んだよ、これは。うん、そういう手にしてるなんだろう、これは。おお、また袋が自分で選んだ。すごいね、やっぱ家で見るとさ、おしゃれだよね。おしゃれだし、ちょっと派手だね、やっぱり。今回選んだやつは、こちらの靴でーす。ちょっと待って、これさ、動画映すとめっちゃ派手じゃない、これ。そうやな、派手だ。これさ、デヴィ夫人を彷彿させるんだけど、俺だけなの。もうさ、地味だからさ、存在が、うん、服とはもう こんなのしか持ってないから、うん、ありかなと思って、ちょっと運動用に、はい、これね、似合う、買いました。すごい。富士サファリパークみたいなもんね、これすごい。で、これがバーバリーなんでしょ。そこのバーバリー。これがバーバリーなんだ。似合ってるよ、はい、なんか見せるよりハイト取る時の方がこっち似合ってる。マジで、いや、ちょっと履いちゃっていい？いいよ。よし、じゃあ履いて皆さんにお見せしたいと思います、うん、エントリーナンバー124番、プルタンさん。